おはようさんです。今日はまたちょっと特別企画、3月末分の師匠が亡くなった野田智介さん、はい、84歳かな、で3月末に亡くなられたと。野田智介さんっていうのはカヌーイスト、カヌー作家、世界中日本中をカヌーで旅したの第一人者なんだけども、アウトドアする人たち、みんな登山を含めてその人たちに非常に影響力を与えてきたし、亡くなったけどもこれからも影響を与え続ける人だということで、ちょっと今日は追悼番組やってみましょう。お願いします、はい、実は野田さんの弟子を1年半ぐらいしてた時期があったね。そうなんですね。そうなの。へえ。そういう思い出話を含めしていきたいなと思ってて、はい、初めて野田さんに触れたのがこの日本の川を旅する。はいはいはい。僕も持ってます。さあ当然やろ、持ってなかったら怒るでしょ。バイブル、バイブル、アウトドア、まあ日本中、北海道から鹿児島まで全国の川を旅して、でそれのまあなんていうの、冒険ノンフィクション、ノンフィクション冒険記なんていうの、まあまあそうやわ。そうですね。これでまあ野田さん世に出たの。はい、はい、そうですね。でその当時自分はほらもう掛布に憧れ、はい、高校野球に明け暮れてたけど、そのヒーローが小学生から自分のヒーローは掛布だったのね。はいはいはい。それが野田さんに変わったわけ。あ、高校生で。そうそうそう。まだ掛布は諦めてないんだけど、まあだんだんこう自分の野球の実力も知れてきて、はい、これはプロ野球選手になれないかも、だったら野田さんになろうと思って。なるほどなるほど。大学2年まで野球やってたんだけど、その時にそうだ野田智介になるんだったって思い出して、それで最初の頃はそのカヌーしたいんだけども、なかなかやる機会もないし、当時は情報もないし、大学生の時に屋久島と関わり持ち始めたのね。でそこで初めてカヌー乗ったの、ついに。大学4年生の時だったかな、初めてカヌー乗った時、これやばいなと、うん、野田智介になれるぞと。じゃあこれやったんやと、憧れのね、高校生の頃からね、それが5年越しぐらいでついにカヌーに乗れたわけで、感動してこれやと思ったわけ、はい、ただね当時カヌー売ってるところもないし高いし、当時ねあのテレビ局、鹿児島のテレビ局でまあ AD だよね、はい、その AD のバイトをなんか募集してたのを見て、そのバイトを始めたの、そのカヌーを買うために。なるほど。当時やっぱり20万とか余裕でしてたからね、テレビ局の人たちとかも自分がほらアウトドア好きだから、週末キャンプに連れ、うん、あキャンプに連れて行ってくれよとか、はい、そういうので山連れて行ってくれよみたいなので、どん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 こうテレビ局の人と仲良くしてたら、その中の一人に野田さんと友達の人がいた。あ、なるほどなるほど。テレビ局のお偉いさんで、はい、野田さんとなんかキャンプ仲間の人がいて、野田さん自体は30年前に鹿児島に住んでた。はいはい、あ、そうなんですね。ビーパルで連載とかしてたから、その取材の時に自分の写真を撮ってくれる人とか、運転とかカヌーとか、まあ機材とかいろんな準備する中、付き人というか、まあ弟子やな、はいはい、で鹿児島で若くて暇でアウトドア好きなやつ誰かいないかって探してたらしい。へえ。そしたらそのテレビ局の人が、お前にぴったりやないかと、野田智介って知ってるかって言われた時に、お前より知ってるわと思ってこっちはもう読み漁ってね、全部読んでるから、はいはいはい、神様や、え、知ってるところじゃないですよ、どうしましたって。もちろん鹿児島に住んでるっていうのは知ってた。ただその人が、お前こういうことを野田さんの弟子やってみるか、そりゃやりますよ、それも僕以外いないでしょ。そしてもうそのじゃあ野田さんに連絡してみるわって家に電話かかってきて、はいはい、でお袋がなんか野田とかいう人から電話よって言われて
野田友達でいないわと思ってちょっと時間空いたからそうかそうかで電話出たら野田智介ですみたいにしてそやろとあ、はい、した明日暇かって言われてどこどこ住所を教えてもらってここに朝8時半だったわ8時半に来いって言われて次の日行きましたわ朝で当時ね野田さんは海辺のマンションに住んでたからでそのマンションを開けたらもう朝から飲んでんのウイスキーもうなんかストレートで飲んでたわで酔っ払いながら明日から1週間開けとけって言われてそのアイスブレイクとかないのアイスブレイク急にアイスブレイクないからお前かって言われてお前だっていうのははいで明日から1週間開けとけ明日港に何来いって言われて鹿児島の港にで分かりましたでもそれすぐ第一印象はこんなもういやある中華と思ってね朝8時半やぞやばいやばい8時半にもうウイスキー飲みながら憧れの人がアイスブレイクなしで でまあそのまま次の日の言われた場所に行きましたよ沖永良部島フェリーに乗って、はいはい、野田さんといえばやっぱこれでしょう皆さん赤く、はい、カヌー兼学そうですね自分のそのメインの仕事って学とあと学の息子鉄っていたんだけど犬で、はいはい、います学と鉄のすごく世話をするのも大事なミッションやってあヒゲ隊長かヒゲ隊長そうなんですねブリーダーなんていうのあれブリーダーも飼育員だけどもう野田さんにとって学は犬じゃないから、まあまあ、もうバディ相棒やから、はい、でその学と鉄とあともうキャンプ道具とかカヌー道具満載の車をフェリー乗り場に行きましたと野田さん来ません20時間かけて沖永良部に着きました、はい、で指定された砂浜にでも海水浴場とかじゃないから、はい、ただの無人のビーチに行って、はい、行けば分かるって言われてそこで待っとけって言われてでそこ場所を詳しくって言ってもう行けば分かるからって言われてで行けば分かるのかと思って行ったら無人の砂浜になんかすごくうず高く積まれた何かがあったっけ、何だと思う薪とかそういう酒もうビールとかウイスキーとかもう小山なっとる近づいていったら座ってそしたらそこにあの椎名誠様って書いてある。あの受け取りみたいな。たら次出てくるけどこれです。じゃん。うわ。懐かしいね。素晴らしい。怪しい探検隊。はいはいはい。焚き火水庫殿。これに出てくるんだけど沖永良部編地って。はいはいはい。要は当時ね野田さんとか椎名誠さんとかあとはカメラマンの中村郁夫。イラストレーター沢野仁とか、まあ、その辺のあとリンさんチャーハンのリンさんとか、はいはい、で怪しい探検隊で面白いこう全国キャンプしてる怪しい人、はい、怪しいおっさんや、はい、でその人たちの取材だったへ初めての仕事そうだそれだそうでそこのうず高く積まれた酒を仕分けしてでキャンプを一人で2日ぐらいして待ってたのかなそしたらあの空港に迎えに来いって連絡が来て、はいはい、で空港に迎えに行ったら怪しい探検隊がブワーって降りてきてで自分はその車にみんな積んででキャンプ場に行って1週間ぐらいいたよ、うん、みんなでキャンプしたそれがこの怪しい探検隊水庫連の中に入ってるまあ、それが最初の仕事やってなんかねその時思ったのが今の自分を決定づけてるんだけどまあおもろいみんなおもろいおっさんやけどみんなでたらめでたらめもう酒飲んでる以外はみんな子供
はい、うん、もうみんな好き勝手海で遊んでね、もうキャンプして魚捕まえて食べて、なんか自分が小学生とかにやってたことを未だに、ね、自分はまだ20そこそこや、はいはい、50過ぎてもこういうことをやっていいんだと思って大人が衝撃の出会いですね。そうそうそう、しかもこれで飯をこの人たちは食ってんだと思って、はい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 、カメラだったり作家だったりイラストレーターだったりいろいろな立場はあれど、大好きなアウトドアで飯を食ってる少年の心を持ったって言ったらかっこいいけど、心じゃない、もう少年やね、はいはい、少年がそのまま大人になった人たちを見て、あ、自分もこれでいいんだと思って、だからその時なんか自分をこう決定づけて今があるなっていうのは思うよね。今悪いなと思ってるのは、君たち 若手に説教するやん、偉そうに。そうです、まあそう、ありがたい。あれ説教ちゃうんです、説法、説法、今言おうと思った、説法ね、説法。だけど、今ちょっと反省したけど、野田さんって言わないんだよね、そういうこと。物静かな方なんですか。静か静か、イメージは。人がいると、なんか楽しませようとして、話をしたりとか、エピソードトーク、滑らない話とかしたり、あとなんか、すぐ困ったらハーモニカを吹くそうなんです。困ったらハーモニカ。困ったら、うん、間が持たない時やろな。だけど、2人でいる時は、ほんま喋らないね。で、とにかく聞く。最近どうや、何々どうや。で、それに対しては、意見とかあんま言わない。昭和の料理人みたいな感じ、見て学べみたいな。あ、なるほどなるほど。野田さんと出会うまでカヌーって本当屋久島でちょろっとしただけで、野田さんと出会ってカヌーを本気でするようになったけど、1ミリも教えてもらったことない、カヌー。あ、そうなんですね。もうついてくだけ。もうパドルの持ち方とか普通こう教えるやん。はい、いやいや、何も教わってない。そうですか。何も教わったことなくて、お前有根に行けって、来月ユーコンに行け、はいはい、でユーコンといえばもうカヌーイスタ憧れのカナダアラスカを流れる ね、 もうカヌーの聖地が死ぬまででしょ、行ったから言われてすぐ手配して素晴らしい行動で、もうすぐ。ヒゲ隊長がそのユーコンくだったって話は有名ですけど、野田さん起点だったんです、ね、命令やこれはもうちまちま練習するぐらいだったらユーコンに行け、ユーコンが全て教えてくれるっていうことだったのかな。だからそれで自分はユーコンに行って、ユーコン700キロとか1ヶ月ぐらいかけて下ったので、カヌーのイロハを知ったで今回ここロケ地、これ多摩川、はい、多摩川の上流部分来てもらったのはさ、この本でこの多摩川を旅してた、うん、だから今回はそれ、自分もここ1回だけ漕いだことはあるんだけども、やっぱりちょっと野田さんのゆかりのある場所で撮影したいなと思って、この日本の川を旅するに出てくる多摩川で今日は撮影させてもらってるんだけど、野田さんがまあ晩年っていうか、もう死ぬまでやってきたことっていうのを、徳島県の吉野川で川の学校っていうのを始めたんだね。で全国から子供たちを呼んでひたすら川で遊ばせる。で野田さんがいつも言ってたのが、川が危ないんだったら近づくなじゃなくて、川で泳ぎ方を教えろって言ってた。だから川から人を離すんじゃなくて、川にどっぷりで遊ばせて、川は危険なのは危険よ、危ないところはあるよ、だったらそこの回避能力とかそういう泳ぎ方とか、それを教えるのが筋じゃねえかみたいなのでいつも怒ってはった。だからそれを体現したのが川の学校、はいはいはい、川の学校で全国、特に都会のね、子どもたちを呼んでひたすら川で遊ばせた。
今 B 面のこれ仕事やん。B 面、そうですね。一応。ヒゲチャンネルとか。これ B 面ですから。だから自分の A 面の仕事っていうのは全国で、まあ、インタープリターっていう、まあ、ガイドで、ガイドの養成講座の偉そうに講師とかさせてもらってて、でそれ何でしてるかっていうと、その自分は全国に自然学校を作りたくて、とにかく子どもたちと自然で遊んであげたい、遊び方を教えてあげたい、それで全国に自然学校を作る。これはもう全て野田さんから教わったことなんで、ああいう生き方を今のところは全くレベルは違うけども、お前何してんだと言われない、まあまあ頑張っとんなぐらいは言われるかな、まあ分かんないけど。で僕の大好きな野田さんの一番の言葉が、のんびり行こうぜって。野田さんがのんびり行こうぜって言ってたんで、自分ものんびり行きながらも実はのんびりしてられない状況もあるので野田さん、これまで本当にありがとうさんでした。そしてお疲れさんでした。まあ、野田チルドレンの端くれとして、頑張らせていただきますので、サンズの川でも今頃下ってるんでしょ。サンズの川の背はどうかな、激しいんかな。まあ多分天国でガクとか鉄とあってね、サンズの川前に乗せてまた下ってる絵が想像できるんで、また僕もいつかサンズの川を下ることがあると思いますが、またその時はよろしくお願いします。それではありがとうございました。